来ました、ダラダラ。はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日はね、移動です。まあ、2、3時間が移動です。今ね、ザンジバル島の東側の西か北、南、西、東、東だ。ザンジバル島のね、東側のパジェビーチの近くにいるんですけど、今からね、ザンジバル島の北側、ヌングイビーチっていう、まあ、ザンジバル島で一番有名で、まあ、一番綺麗って言われてるビーチに移動していきます。まあ、タクシーでもね、直接パジェビーチからヌングイビーチまで行けるんだけど、5、6000円かかるから、むちゃくちゃ高いんですよ。むちゃくちゃ観光客価格取られるから、俺らはね、なんかダラダラっていう、まあ、ローカルのミニバスを使って移動していきます。なのでちょっと遠回りしなきゃいけないんだけど、値段的には数百円で終わるから、まあ、10分の1とかになるから、貧乏旅人ダラダラローカルバスで行きます。はい、でちょっとね、その様子をね、映していけたらなと思います。早速ね、道でダラダラ拾います。はい、ということで今道まで出てきました。ちなみにザンジバル島ね、この近くはもうこの一本の道しかないです。なので、チャオ。なのでね、この道をミニバスが通るのを今からひたすら待ちます。で、通ったらヒッチハイクみたいな感じで止めて乗り込んでいきますよ。ここからね、ちょっと我慢勝負です。来ました、ダラダラ。ありがとう。ストンタウン、ストンタウン、や。ありがとう。バックはそこ置いといていいの。はい、ということで今ね、ダラダラ乗り込みました。これで1時間半ぐらいかなかけてね、まず街中まで移動していきます。今はね、普通に広い、誰も乗ってない、まだこっから多分ね、パンパンになるまで乗ってきます。はい、一瞬でね、パンパンになりました。はい、ひとまず今ね、町の中まで、ストーンタウンまで戻ってきました。ここからね、ヌングイビーチ行きのダラダラをね、見つけて行きます。ローカルの人に声かけて、ヌングイ行きのダラダラまでちょっとね、案内してもらいます。マジカオスだな。どのバスがどこ行くか、まあ、全然わからん。 How long does it take from here? Just 5 minutes? Yeah. All right, good. Where are you from? Japan. Japan. Jumbo! Jumbo, yeah. こいつお金いらないって言ったけど、本当にお金いらないのか。わからない。まあ見てみましょう。だいたいね、案内してもらうとお金払わなきゃいけないから、本当にいい人かどうか。なにこれ、うおすげえ、カニだ。むちゃくちゃ気持ち悪いけど、やっぱ触れない触れない。すごいね、こうやって売ってんだ。 They are selling。 Yeah, yeah, it's selling。 わお、ナイス、すげえ。ダラダラ探しましょう。今ね、左側に見えてるのがダラジャニマーケットっていうね、ローカルマーケットですね。なんかフィッシュマーケット、野菜マーケット、フルーツマーケット、まあいろんなマーケットがある。すごいよ、なんか生臭いもんね。なんかこのバスターミナル的なところに来たね。めちゃくちゃバスいる、すごいわ。雑多だな。カオス状態って感じだわ。ご覧の通りね、バスが到着して30秒で満帆になりました。はい、今ね、ようやく出発しました。汗が止まらない。めちゃくちゃ大変。本当にこれは乗るのは戦争だよ。本当に戦争、みんな乗りたいから戦争。マジでね、もう戦争に勝ちました。今ね、奇跡こんな感じ見えるかな。
バックパック、バックパック、レナ、俺、バックパック、パンパンです。パンパンです。1時間我慢。1 hour later。ちょっとね、今道でミニバスのね、ダラダラを降りて、最後ビーチまでは、まあこういう砂煙の道をひたすら歩いてます。まあ1キロぐらいかな。まあね、ダラダラはね、大変でしたわ。大変でした。むちゃ疲れた。で、まあさっき案内してくれたお兄ちゃんいたんだけど、やっぱあいつね、悪いやつだったわ。もしね、ザンジバルに来てダラダラミニバス乗る人がいれば、ちょっと注意してほしいんですけど、まあいうふうに手伝ってくれるお兄ちゃんがいるんだけど、そのお兄ちゃんね、だいたいバスまで連れてってくれて、で席まで案内してくれたと思ったら、そこでね、バスの運賃を払ってくれっていうふうに言ってきます。でだいたいバスの運賃って1人100円ずつで、まあ200円、2人だったら200円なんだけど、ああいう人は2000円くれって言ってます。まあそこで2000円払っちゃうと、まあそのね、悪いお兄ちゃんがこのバスの運転手に本当の運賃の200円を渡して、残りの1800円はそのお兄ちゃんが持っていくっていう、まあ、システムです。まあお兄ちゃんとかにね、ローカルの人に手伝ってもらってバス見つけるっていうのは全然ありだと思うんですけど、最後バスに乗ったらそのお兄ちゃんにはお金払わないようにしてください。お金を払うタイミングはもうダラダラが走っている間にみんな同じタイミングでお金渡すから、それが正しいタイミング。そう、なのでそれまではお金は絶対渡さないことで、お金渡さないとその、ね、お兄ちゃんがね、バス降りろって言ってくんだよね。あ、もう乗ってるから降りる必要は。でもそのお兄ちゃんって別にバスの運転手でもなければバスの関係者でもないから、別に降りる必要もなくて、だから、まあ、断固として座ってればいいんだけど、座ってるとそのお兄ちゃんね、俺たちの荷物を持っていこうとします。でもそうなると、まあ、喧嘩みたいになるんだけど、まあ、ちょっと強めの口調でね、お前荷物触ったら殺すぞって言ってしまえば、まあ諦めるから、そこはちょっと強めに言えば大丈夫だと思いますって感じでね、ちょっとダラダラ乗るのね、コツがあるんだけど、まあでも安いので。なんか迷子になった。ザンジバル島の中でおすすめのビーチ、これをねちょっと紹介していきたいと思います。